ただいま戻りました。あ、アリチさん、探してもいないと思ったら、もう帰っていらしたんですか？ゲナウは辛いのじゃよ、マコ。それはいい心がけですね。え、ゲナンって誰がですか？まあまあ、それについては今度話しますから。吉野様は前の準備を。あ、そうね。まずは役目を果たさないと。また後でお話ししましょう。吉野の舞は、いつ見ても惚れ惚れするの。ご主人が毎回見とれるのも無理はない。本当は、婚約を白紙に戻したことを、後悔しておるのだろう。内緒にしてやるから、我が輩にだけは本音を申せ。強がるでない。吉野ほどの器量よしは、そうはおらんからな。男は何のかんのと言っても、美人が好きでやろう。ということか。吉野だけでなく、マコや我が輩を取り込んで、ハーレムを作る気か？ご主人！現代では大奥は作れぬぞ！